でも、なんかそのオンオフ感が芸人さんっぽい。ああ。いやなんか、ステージに上がった時は、もう、わーってなって。終わった後とか、なんか、疲れって。いや、本当に、もうなんか最近の若い子みんな、若い子とかも、まだ20ね、なんか、年下も、年下を若い子としましょう。年下、みんな面白いじゃないですか。あ、ずるいよね。ねえ、もう本当になんか終わった後、チッって思いながら。あははは、気持ちわかる、気持ちわかるよ。なんであんな面白いこと出るんや。いや、ほんとね。こっちはもう大きな声出してんのに。そう、20代前半、そういうこと、カイト君もなんか面白いこと面白い。言えちゃう。ってか、言えちゃうってか面白い、なんか本人が。なんなんだろうな、ずるいよ。ほんとに。なんかいいよね。羨ましい。羨ましい。そういう個性があるのって。ね。そういう個性なの個性なの面白いことが言える。個性。大丈夫、大輝君はね、求められてるところね、キュートさだから大丈夫。そう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 。いいんですよ。そんな面白いこと言わなくていいんですよ。違うんです。顔顔顔。ダメです。そんな。いかに真面目に。まっすぐに。怖い怖い怖い。目が怖い目が怖い。